こんにちは、デリッシュキッチンです。卵焼き器でチョコバウムクーヘンを作ります。まず卵2個をボウルに割り入れて混ぜ、はちみつ大さじ4を加えて混ぜます。無塩の溶かしバター 60g を加えて混ぜ、砂糖大さじ2、牛乳 50cc を加えてその都度混ぜましょう。ホットケーキミックス 100g、 純ココア 20g を加えて混ぜ生地を作ります。サラダ油小さじ1を卵焼き器に薄くひいて熱し、生地を薄く流し入れて弱火で加熱します。ふつふつと穴が開いてきたら、卵焼き器のサイズに切ったバナナを置いて奥から手前に向かって巻きましょう。生地がなくなるまで巻く工程を繰り返します。取り出したら4等分に切って粉砂糖をまぶして完成です。以上、デリッシュキッチンでした。